ロン・ベイカーこと、ロナルド・デ・ライン・ベイカーは、アメリカ合衆国、カンザス州ヘイズ出身の元プロバスケットボール選手。NBA のニューヨーク・ニックスなどに所属していた。ポジションは、シューティングガード。ウィチタ州立大学で、フレッド・バンブリートやクリアン・ソニー・アーリーらと共に4年間主力選手として、活躍し、2013年は、NCWA トーナメントでフィナール4まで勝ち上がる。 配信劇を展開。2014年から3シーズンはミズーリーバレーカンファレンスのファーストチームに選出されるなど、同大学の中心選手として活躍したベーカーだったが、2016年の NBA ドラフトでは、指名外に終わった。ベーカーは2016年夏の NBA サマーリーグにニューヨークニックスの一員として参加し、8月1日に、 ニックスとトレーニングキャンプに関する契約を締結。開幕ロースターの最終枠を争う形となったが、最終枠を争っていたチェイソン・ランドルが負傷するという運も味方し、開幕ロースターを勝ち取り、10月21日に正式に選手契約を結んだ。2017年7月11日、ニックスと2年890万ドルで契約を延長した。 2021年8月、故障のため引退することが報じられた。ありがとうございます。